みなさんこんにちは、ハビバイチャンネルです。イエイ。今日は学校公開があったんですが、終わって午後からイオンにお出かけに行きました。学校公開はね、本当にね、なんか親の視線が集まるじゃん、発表する子に、うん、それがちょっと怖いんだよね。怖いので、その発表の時が再発表する係だったんですけど、もう本当に緊張して、あのクラス全員と親の視線が集まってやばいやばいってなって、でもなんかちゃんとね、なんかすごい言えて無事に終わることができて本当に良かったです。いや本当にあの時が一番結構ドキドキしましたね。前学校公開っていう名前じゃなくて授業参観とかだったんだよね。あ、そう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 、そう今はね、なぜか学校公開っていう名前になってるね。学校公開するからってこと。はい、はい、で、その後にイオンに、はい、お出かけしてきました。はい、まずその時の写真がこんな感じです。モーリーファンタジーで遊んできたんですが、今日はモーリーファンタジーでの撮影許可を取っていなかったので、中で動画を撮影することはできなかったんですが、ちょっとスクイズとかを撮れたので紹介します。今回ゲットできたのはバケパン2とキラキラデコケースとこのムーンスタルトになります。なんかすごい焼き色が超いい感じです。これは違う店舗で撮れたんですが、今回まとめて紹介しちゃいます。もうね、このムーンスタルトは袋の上からこうパンの香りみたいなのがすごいしてきます。じゃあまずはこのバケパン2から開けてみます。まずパッケージの方はこんな感じで、とっても可愛いです。バケパンをちぎった動画があるんですが、今回は申し訳ないんですが、ちぎりません。甘い、いい香り。超いい香り。で、色が、はい、こんな感じですっごい綺麗です。色がね、すごいなんか、なんて言うんだろう。なんかオーロラみたいな感じですごい綺麗です。で、こっちが原宿ラビットと原宿ベアになります。で、本当はちぎりたいんですけど、今回はちょっとね、飾りたいと思います。すごい可愛いので本当にすいません。でもちぎった動画があるので、そっちでちぎったやつを見てみてください。では触ってみます。うわ、すっごい。これまた低反発、なんかしっとりしてる感じです。うわ、気持ちいい。で、この他に 3,4 回チャレンジしたんですけど、取れませんでした。でもすごいこれ、いや他のもちょっと集めてみたいな、かわいい。はい、次はムーンスタルトです。で、モーリーファンタジーによってはもうお店になかったりもするので、見つけたら必ず挑戦をしています。すごい、見てこのタルトの形、超かわいい。なんかポコポコってしてる感じ、やば、かわいい。やば、超サヤが好きなパンの香りだ。うわ、すごい。超なんかもうふわっふわって感じです。で、なんか触るとシュワッシュワッって音がして、すっごいいい感じ。かわいいタルト。音フェチにも最高だし、もう香りもね、触り心地も最高です。ムースタルトはなんと全7種類もあるそうなので、ちょっとまたお店で見かけたらチャレンジしてみたいと思います。もう本当にこれは最高です。いや、音がいい。はい、そして最後このキラキラデコケースです。これはユニコーンのね、感じにすごいキラキラです。かわいいイラストというか、このキラキラです。で、このキラキラデコケースは全6種類あるのかな。で、私の大好きなマシュマロベアがあったんですけど、何度やっても取れなかったんですよ。もうすごい悔しかったです。まあね、でもね、このアイスユニコーンも可愛いのでゲットできてよかったです。ではここで開けてみます。お、横にスライドする感じ。あ、すごい、なんか中は付箋が入れられそう。かわいい、ちっちゃい。あとなんかガムとかタブレットとか飴とか入れられそう。なんかバッグにちっちゃくて収納するのもすごい良さそう。かわいい。これね、まだ店頭にすごいいっぱいあったので、またチャレンジしてゲットしたら紹介します。その後しのちゃんがこんな感じで写真を撮ってます。マネキンを見るとしのちゃんいつもこうやって手をつなぎたがるんですよ。なんでだろうなって思うんですよ。どこの店舗でもあんな感じで手をつないでます。その時私はタピオカを飲み、その時気づいたんです。ねえ、皆さん聞いてください。しのおなかチェッサーがなくなっちゃいました。どうしますか。どうするの。ねえ、今一生懸命探したんだけどないんだよね。うん、でも一応、うん、サービスカウンターの人には言っといたから、うん、連絡が来るといいね。うん、でも写真を見返してみるとさ、あるとことないとこがあるんだよね。うん、ある。
ないってなってたよね。なってたんだよね。見つかるといいな。はい、というわけでしのちゃんがね、最初の方につけてたカチューシャがなくなってしまいました。で、一応イオンには連絡先を伝えておいたので、後日連絡が来るといいなっていうことを願ってます。行った場所をいろいろ歩いて探してみたんですけど、なくて、いつ落としたんだろうなっていうのがすごい不思議です。でもさ、ママたちもさ、しのちゃん見た時気づこうよね。何にもないよね。あれないよっていうのは気づかないんだよね。はい、というわけで、とりあえず最後はしののカチューシャが見つかることを願います。それじゃあまた見てね。バイバーイ。